皆さんこんにちは、小葉翔です。今日のテーマなんですけれども、日東駒線の兄と同じ学力の弟が今受験するならマーチ、大学受験に現れる5歳差の名案ということで扱ってみたいと思います。まあ、記事のリンクは概要欄に貼っておきます。で、今回はですね、河合塾の教育研究開発本部の近藤さんという方への、まあ、インタビュー記事になっております。まず記事を読んでいきます。ギリギリ日東駒線というレベルだった受験生がタイムスリップして今自分の子供の代わりに受験したら早慶、ね、ここに十分チャレンジできるというふうに近藤さんはおっしゃっています。親世代が受験生だった30年前と今の受験難度のギャップをそう表現する。30年前は受験人口がピークを迎えた頃で、熾烈な受験戦争が繰り広げられた。それに比べて今は少子化で私立大学の過半数が定員割れ、競争レベルがまるで異なる。ギャップが生まれるのは親世代と子世代の間だけではない。同じ子世代でも数年の年齢差で入りやすさに差が生まれている。日東駒線に受かっているお兄ちゃんお姉ちゃんと同じ学力の弟や妹が今受験生ならマーチに十分挑戦できると近藤氏は言う。この発言の根拠となるのが次の表だということで、まあ、表はちょっとねこの記事には入っていないんですけれども、数字を読んでいきたいと思います。偏差値帯別に各大学群の合格率について2019年度入試と2024年度入試を比較したと。偏差値は河合塾の模試の成績で合格可能性 50% ラインだそうです。そして難関大学の合格率を見てもマーチでは偏差値55以上60未満で合格率が14ポイント上昇し、5年前は10人受けて2人合格だったのが最近は3、4人受かるようになったと言ってるんですね。そして2019年度は入学定員厳格化による難化が難関私立大学で段落したタイミング、その後の5年間で少子化に加えて入学定員の厳格化も緩和されより入りやすくなった。つまり同じ学力でも5歳の差によって今なら狙う大学のレベルを1つか2つ変えられるのだと、上げられるんだということですね。5年前の受験生には酷な変化とも言えると。少しね補足をしていきたいと思います。まず1つ目の補足なんですけれども、入学定員の厳格化の緩和っていうのはいっぱい入れていいよっていう風になったわけではなくて、そのトータルの1年生から4年生までの学年で帳尻を合わせれば OK だよという風に変わったんですね。なので、まあ、いわゆるですね、昔のこう私立大学、大きなね私立大学がガンガン合格者を増やしていいよっていうことでは、まあ、合格者というか入学者ですねを増やしていいよっていうわけではありませんので、そこは注意してください。たださっきも言ったように学年で一個一個帳尻を合わせるんじゃなくて、まあ、1年生から4年生で帳尻を合わせればいいよってことになったので、まあ、ある程度大学としてはコントロールしやすいし、その定員の、ね、管理を、まあ、しやすくなったということは事実だと思います。で、あと2つ目の僕の補足なんですけれども、同じ学力でも、まあ、5歳差によって狙う大学群のレベルを上げられるってことなんですけど、まあ、これは単純に、まあ、その少子化の影響だけではない部分もありますね。で、ここは正直やっぱり僕がいつも動画で言ってるように、各大学が特色ある入試を展開するようになったというところが大きいです。まあ、もちろん例えば明治とかマーチの話をするとね、明治とか中央とか法政とかっていうのは伝統的3科目型の入試を続けているし、まあ、立教であれば英検中心の受け方、青学であれば共通テストをねどんどん利用したりとか、オリジナル問題、総合問題とかを出してくるというようなところになってきておりますので、例えば偏差値としては完全にとあるね特定の偏差値を取れなくても、その大学の入試においてはうまくいくってことあるわけですよ。実際例えば立教大学なんかだと、まあ、いわゆる入試問題の英語に関しては特化して勉強していないので偏差値はあまり高く出ません。ただ英検準1級レベルは点数スコア持っています。で、国語と社会に関してはそれなりの成績です。こういう子立教受かりますよね。ただこれがですね、例えば総合点の模試のラインってなるとやっぱり少し下まで出ちゃうんですよね。で、その子がじゃあ実力がないのかっていうと別にないわけではないので、やっぱりそのあたりに関して言うと、まあ、偏差値だけを見て受験をどうこう言えるって時代ではなくなってきているということも僕はあるのかなっていうふうに思います。記事に戻ります。先ほどの続きですね。偏差値が50を切っていても日東駒線に偏差値45以上50未満で4割、45未満でも2割の受験生が受かる。人気の東洋大学を除いたらこの大学群の合格率はさらに上がる。そして関西の難関私立大学群である関関同率は早慶上理やマーチよりも合格率が大きく上昇しているということなんですね。偏差値55以上60未満で関関同率を受験した場合、2019年度なら10人いて受かるのは4人、それが
2024年度は6人近くが合格するようになったということなんですね。そして国立大学においては、まあ、難関10大学と呼ばれる大学ですね、まあ、東大、京大、北大、東北大という旧帝大と、あとは神戸一橋、東工大入れたものですね、こちらに関して言うと合格率が偏差値55以上60未満で5ポイント上昇ということで、難関国立大に合格するには少し厳しい偏差値帯にもかかわらず5年前に比べれば受かりやすくなったというふうにも書いてあります。まあ、ここに関してもね、やっぱり共通テストが難しくなってきているので、いわゆる、まあ、どの偏差値を使うのかにもよりますけれども、まあ、いわゆる河合塾の前頭記述模試を受ければ偏差値が見えて、それを基準に何でもかんでも受かるとか落ちるとかっていうのが判断できる時代じゃなくなってきているというところも要素としてはあるんじゃないかなと思います。その他の大学では偏差値45以上50未満の合格率が10ポイント、偏差値45未満が14ポイントもアップしている。偏差値45以上50未満でも10人中4から5人、偏差値45未満でも10人中3人が受かるのだと。国公立大学は非常にハードルが高いというイメージを持たれるが、倍率1倍台の大学が多くなっている。入試の教科科目数が多くて年明けに試験が続く長期戦というハードルはあるが、以前のような受かりにくさはないと近藤氏、親世代や兄姉世代にとっては羨ましい限りであるという記事になっております。はい。まあ、ですので、まあ、先ほど申し上げたように単純にその少子化の影響だけで、まあ、大学に入りやすくなっているかっていうと、まあ、僕は 100% そうではないと思います。ただぶっちゃけて言うと、まあ、7割か8割ぐらいはそこの影響があって、残りの1割とか2割ぐらいはさっきの入試形式の違いだったりとか、その学力、いろんな入試があるので、そこを対策していると、その学力がいわゆる偏差値に反映されない部分もあるっていうのが、まあ、正直 1,2 割、まあ、3割ぐらい、まあ、あるのかなって思います。ただ多くの場合はやっぱり近藤さんがおっしゃる通り、その高校生の数が減っていて、まあ、あとは、まあ、これはもう僕がいつも言ってることですけど、大学はね、まあ、正直文科省が、まあ、無意味とは言わないけれどもあまり意義がなくですね、どん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 このね10年15年増やしてきましたよね。そのギャップ歪みというのが今明らかにこれ出ているという状況なんだと思います。でさらに言うと、じゃあこれからどうなっていくのかなんですよ。これからどうなっていくのかというと、じゃあどん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 入りやすくなって、じゃあマーチもね、じゃあ偏差値が低い子でも入れるようになりますよとか、例えば早慶もね、どん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 入れるようになりますよってなるかっていうと、まあ、個人的にはそうではなくなってくるのかなって思ってます。なぜかというと、やっぱり大学受験っていうのは一種のこうピラミッド構造になっているわけですね。三角形を思い浮かべてほしいんですよ。で要は上に行けば行くほど大学の数っていうのは減っていくんですね。はい。で一方で下に行けば行くほど大学の数が増えていきます。なので、まあ、すごく悪い表現ですよ。悪い表現をするのであれば、例えば偏差値50の大学の中で、例えば学部学校を選びましょうっていう時の、まあ、全国見ればですけどね、選択肢の数と、じゃあ偏差値60で見ましょう、偏差値70で見ましょうってなると、やっぱりどんどん数は減っていくわけですよ。選択肢が減っていくんですね、ある種。そうなると当然やっぱり一定の大学には人が集中していくことになるので、そういう大学は、まあ、正直まだまだ、まあ、難易度が少し下がるとかはあるかもしれませんけれども、例えば定員割れになってしまうとか、例えばね、本当に偏差値がドカンって下がるとか、そこまでのことはなかなか起きにくいのかなって思います。なのでそれがどこなのかっていうのを僕ら見極めていかなきゃいけないんですよ。少なくとも向こう10年って考えた時に、個人的には、まあ、早慶はまず大丈夫であろうと。でマーチに関しても基本的にボーダーフリーになってしまうことはないのかもしれないが、まあ、例えば推薦枠が増えたりだとか、まあ、逆に一般枠が減ったりだとか、あと学部学科の階層改変ですね、こういったものはあるかもしれないなとか、そのあたりは想像はします。はい。まあ、カンカン同率に関しても同じような印象を持っています。ただ一方でね、本当にその旧帝大とか、さっきのね河合塾さんの言う難関10国立大学ですかね、はい、そのあたりに関して言うと、うん、やっぱりかなりこう上位の大学ですから、まあ、めちゃめちゃ大きな変遷があるかというとそこまでではないのかなというふうに感じます。とは言ってもですね、例えば筑波大学や東北大学が総型選抜を推進していくということはすでに発表しておりますし、じゃあ旧帝プラスアルファだから絶対安泰かっていうとそうではないわけですね。特に地元占有率が高い旧帝大なんかだと、やっぱり地元の子が来てもらってなんぼみたいなところがありますから、で地元の子がなかなか来ないよとか、優秀な子がね減ってきたよってもしなってしまうと、やっぱりそういうところは、まあ、場合によっては地位が脅かされる可能性もあるのかなっていうふうに思いますね。なので個人的にはやはりね、目標を立てるのであれば高い目標を立てて、やっぱりご自身がいろいろ研究したいこと、これをね一番に考えてほしいんですけれども、ただ基本的にやっぱり研究だとか勉強だとかね、もしくは教育をね受ける、まあ、ゼミだとかね、そういうことするにしてもやっぱり環境がいい
大学の方がやっぱり学べることが多いのは原則間違いないと思うんですよ。なので例えば偏差値のね1の違いとか2の違いとか、まあ、場合によってはまあ河合塾でいうと 2.5 ですかねの刻みの偏差値、まあ、そこをめちゃくちゃ気にするべきかっていうと僕は違うのかなって思いますけれども、まあ、ただ例えば偏差値が10違うってなるとだいぶ多分世界が変わりますからね。そうなってるとやっぱりある程度ちゃんと自分の良い環境を手に入れるためにも、まあ、頑張る、まあ、もちろん頑張り方というのは、まあ、今はね一般選抜だけではなくいろんな方法がありますけれども、はい、なのでそういうところをしっかりとね見せていただくことが大事かなというふうに思います。はい、まあ、そんな中でやっぱりね皆さん自身がこれからねやりたいこととかっていうのを、まあ、決めていかなければいけない。ただ決めろ決めろって言われても難しいじゃないですか。どうすればいいのってわからない部分もあると思いますので、やっぱりご家族の方としっかりとね話をするのが僕は大事だと思います。やっぱりね皆さん普段親御さんと話していて、まあ、なかなかねこう自分の意思疎通ができない部分もあるかもしれないし、やっぱ家族なんで言いたい放題になっちゃって、まあ、言い争いしちゃうこともあると思うんですけど、やっぱりねこういう将来の話だからこそやっぱ大人の意見ですよね。別に保守的な意見を聞けって意味じゃなくですね、やっぱ大人なりのやっぱ視点のね視野の広さがあったりするので、きちんとね親御さんと話すのは大事です。ただ親御さんも親御さんでじゃあねなんとなく自分の感覚で話せばいいのかっていうとそうではないと思いますので、まあ、ぜひね情報収集しながら、まあ、それこそね宣伝になってしまって申し訳ないんですけども、最高の職業と進路が見つかるガイドブックね、まあ、これありがたいことになんとね4釣りが決まりましたね、増刷がまた決まりました。はい、なのでねこういったものをねぜひねチェックしていただきながら見ていただくといいと思います。実際ね僕が書かせていただいた本で、まあ、これ山内先生との共著なんですけれども、まあ、一番売れてる本なんです。正直やっぱそれだけ今の受験っていうのが、まあ、単純に受験テクニックとかなんかそういうね穴場を探すとかそういうことではなく、やっぱりそもそも、まあ、お子さんがご本人がやりたいことは何なのというところからスタートしているっていうのが、やっぱりこの本がありがたいことに、まあ、好評いただいている理由なのかなと個人的には思っております。はい、まあ、ちょっと宣伝しちゃいましたけれども、まあ、別にねこれじゃなくてもいいです。はい、情報収集していただきつつ、ぜひねご家族の中で考えてみてください。では今日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。